はいどうもこんにちは、えー、スナックワールドジャラステについて、えー、G1 弾が、えー、と現在稼働中なんですけどえっ、ー、とーまあ、ちょっと G1 弾が始まってね、えー、とだいぶまあビネガーとか、えー、メデューサとか倒してきたので、まあ、1回ちょっと G1 弾を振り返ってみたいと思いますそれで新情報もちょっとだけありますはいでまあ まあ10月4日からリニューアルということで、始まりましたね。で、まず目玉がこのドラゴンナイトチャップゴールド、ゴールドチャップか。これがね、スキル発動したら、えっと、攻撃力300アップじゃなくて300%アップということで、えっと、デアファルコン様でプラス100で800だったら2400の攻撃力っていう、まあ、ものすごい、 攻撃力ででしたでこいつが死神じゃないな頭巾にね攻撃5000当ててましたね。<laughs> ということで最強のカードが投入しましたね。まあ割とゲットしやすいんじゃないかなって感じ。で宝くじの方も、えー、っと今回ドラ、えー、っとゴールドレゴールドジャイアントが、えー、っと落ちやすくなったんでプチレアから落ちてくることがあるんでえー、っと正直1頭がですねシャドウジュエルスタッフ当たりましたねで2等もね。 2回かな ?2 等。両方とも、えっと、なんだっけえっと、エンゼルハートブレードだったんだけど、まあ2等も2回。そして特賞もまあ2回かな。両方ともデンジャラスチャップだったんだけど当たってますね。なんでまあね、うん、当たりやすくなってるかもしれないですね。で、ビネガーも、えっと、まあレベル5はいつものヒットポイント3万じゃなくて、まあ2.2万ということで、うん、まあまあ、 まあ強すぎないボスだったかなってちょっと思いますね。ただやっぱり攻撃力強いかな。で、まあメデューサーとゴルゴーンもまあ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 、まあ、って感じでスキルが、うん、ちょっと後でカード振り返りますけど、まあ、スキルがちょっと面白いかなっていう感じですね。はい。で、ちょっと新しい情報で、えっと、25日から、えっと、キノコが限定クエストで出るんですね。 うん。支店長だったよね、前はね。今度、キノコで。まあちょっと、キノコ覚醒のスキルはかなりいいんですけど、まあ、ちょっとスキルが楽しみになってきますね。これは、まあちょっと、ジャラステメンバーズに入る必要があります。で、これはもう始まってるんですけど、えっ、ー、と、モーリーファンタジーとパロ限定でシンデレラ隊長のグレートレアカード当たりますよ、っていうことでうん、ちょっと自分はまだ、えっ、ー、と、イオンとかにあるモーリーファンタジー行ってないんですけど、 まあちょっと機会があったらやってみたいですね。これね、なんか贅沢なあれなんだけど、スーパーグレートレアが良かったなって思っちゃうけど、どうなんだろうね。はい。ちょっと今カード、他のカード強すぎるもんね。で、これも、これもそうなんだけど、プッチョのチャップもね、うん、なんかね、まだやってますね。ちょこれもね、1回はね、チャレンジしたんだけどね、1回で終わってますね。はい。じゃあちょっとカードの方、 見てていいいいいききながらままたたちょっとと話をしていきたいと思いますはい、じゃあこちらがカード一覧ですね今んとこ50枚でまあプチレアもまあまあまあスキルはいいのかなっていう感じになってきましたねまあ3桁150回復とかまあ100ダウンとかまあ3桁系なんでまあ使わないですけどねあのちょっとスキル良くなってきましたねあとはまああの デスクンとかそうだったんですけどえっ、ー、とプチレアでねゴールドジャンと宝くじがまあ3回に1回ぐらいかななんか入ってくるようになりましたねはいであとはこれレアかレアもなんか今回は、うん、まあまあスキルがまあまあかなっていう感じですかねコンプリートはかなり難しいんじゃないかなで明治もねスキル変わったよねこれなんか1ターン200アップとかすごいっすよね ねはい。結構やったんですけどね。レンコインもしてるけど、まあまあ、揃ってないもんですね。っていう感じですね。うん。こっからグレートレアかな。グレートレアもまだまだゲットしてないのが、結構あるな。あるね。で、ここ二刀流ね。二刀流はね、ちょっと前のスキルの方が好きだったかな。 ゴーレムは、金のゴーレムも今回出てきたね。ウィッチもね、いいよね。で、スーパーグレートレアは、えっ、ー、と、これもね、あんま落ちてないんだよね。ウィッチは落ちたな。これは結構使ったかな。で、あとはこっちがスタンプかな。スタンプはスーパーグレートレアで、まあ、やっぱスタンプグレートレアじゃなくてスーパーグレートレアだとやっぱちょっと嬉しいよね。デビルボーイも、 何回か使ってみましたね。まあ、贅沢な言い方するとスキルねえなっていう感じだけどね <laughs>。はい。で、えっ、ー、と、ボスがメデューサが、えっ、ー、と、石化が無効っていうことで、これね、全員の石化が無効になったらそれはすごいんだけどねっていう感じだったけどね。まあ、ただレベルが33と35になったんで、まあまあ強くなりましたね。<laughs> っていう感じですね。メデューサ。 そしてゴルゴーン。で、ゴルゴンは、えっと、35のスキル持ちをゲットしました。うん。で、まあ、やっぱり、この、スキルがね、この、石、ターメに発動すべての攻撃を1人で受けるって、これが、自分守ってないと、適用されて、適用されないんで、まあ、ちょっとこれが、あの、1回使ってみて知らなかったんで、ああ、そうなのかって感じでしたね。 まあただ、ステータス35だからね、上がりましたね。で、ビネガーも、さっき言った通りヒットポイントはレベル5で2.2万。えっと、レベル4は2万だったかな。で、まあ、相変わらずカードは強いですね。で、ただね、カード結構ね、今回落ちましたね。えっと、落ちなかったのはレベル3倒した時だけだったかな。レベル2倒した時だけだったかな。 まああのレジェンドゲットしやすくなりましたねただその分なのかなスキルが昔のようにスキルがちょっとゲットしにくくなりましたねただこの辺が何だろうねまあ落ちないよりは落ちた方がいいのか昔みたいに落ち昔っていうか5段の時みたいに落ちたらスキル結構落ちやすいのがいいのかまあどっちなんでしょうかねまあとにかくレベル34がすごいたくさんありますはいでこっからはあとは 次のボスでしょうね。うん。で、フレンドもね、今回は、えっ、ー、と、プチレアとレア。うん、パンパン師匠もね、今回はいましたね。でね、スーパーグレートレアはまだ落ちてなくて、ちょっと後で見せますね。で、あとこの2つですよね。で、えっ、ー、と、エバージェーンの方のドラゴンナイトチャップの方は、えっ、ー、と、メデューサかゴルゴン、そしてビニが倒した時に、 稀にえー、と落ちますねそうまだ1回しか落ちたことないんですけど、そんな感じで落ちました。まあ、あの時はあれだったかな、頭巾カットインか、ビンさんとカットインか忘れたんですけど、まあ、フレンドカットインでしたね、私は。で、あとはこの右のゴールドチャップ、これがね、さっきも言ったけど、このスキルが攻撃300%アップなんですよ。300アップじゃなくて。 で、デアオファルコン様のスナック使ってると、さっき見たトリコの700の攻撃が800になって、それが3倍だから、まあ、すごいよねっていう感じでしたね。<laughs> これは本当に、ヒットポイントも高いしね。だこれで、なんとかボスの攻撃を、まあ、2ターン、1ターンは耐え,耐えたいなっていう感じでしたね。まあ、100来るとちょっと超成功しないと無理なんだけどね。そこがちょっとね、少年の心を折るところなんだよなーっていうところですね。 で、えー、っと、シークレットのチャップは2回落ちましたね。レベルも29に上がってましたね。まあ、スキルは前と一緒かな。で、金のゴーレム、今回私初ゲットだったんですけど、これもレベル29になって登場でしたね。で、あとはまあ、バーバリザウルスかな。うん、それが、あ、ウォーリアザウルスか。ウォーリアザウルスがもう1個のシークレットかなって感じですね。で、特徴のシークレット、もう1個はちょっとまだ分かってないですね。まあ、マヨネーとかだといいなって思うんですけどね。 うん、で死神さんは相変わらず落ちてないんだよな噂によるとスキルが変わったみたいなんですけどねはいまあカードはこんなとこですね意外にフレンドのスーパーグレートレアがゲットまだしてないのでちょっとそれは次に紹介しますはいであとまだゲットしてないカードで結構ねフレンドのスキルは結構いいんだよねこれチャップでしょ26まで来たマヨネー 素早さ系そしてピノキオ超塩太陽そしてビンサントこれはドラゴンナイトのビンサントの方だね攻撃と防御がそれぞれ120ダウンねえすごいよねでこっちのビンサント通常のビンサントのウィズ・エクソダス・ブレイドの方こっちなんかは自分のチームの全員の攻撃が200アップっていうかなりすごいスキルだよね っていう感じで、こいつらはまだゲットしてないんで、まあこれもチャレンジタワーかなーって感じですね。はい。で、あと今後の話なんですけど、えっ、ー、と今後後ろの影に見えてるやつら、いますね。で、えっ、ー、と、ビネガーとゴルゴンはね、ビネガーが11月7日まで、で、ゴルゴンとメデューサが10月31日までなんで、 で、キノコは28日までかな ?25 日から。なので、えー、っと、おそらく、えー、っと、ヴァンパイアが11月1日から。で、ビーネ・ゲレスが11月8日から、8日からなのかなってちょっと思ってますね。で、えー、っと、キノコが28日までなんで、G1 弾は、えー、っと、28日までなのかなって思ってますね。はい。うーん。 まあでもちょっとね難易度はねえっと少しね前回のスカードンからすごい攻撃相手の攻撃が強くなってでやっぱりね守りがうまくできないとちょっとクリアがあの難しくなってきたというところがあってですねまあうちのちょっと少年もあのなんかちょっと。 やられるの怖いみたいな、そんな感じに <laughs> あのなってきたんですけど、G1 弾になってからは、まあね、レベル3、前はね、レベル3ぐらいでも普通にやられてたんで、あの、まあ、でもあれかな、チャップが強くなったから大丈夫っていうのもあるのかな、あとパカラコロンのおかげもあんだけど、まあ、まあ、またちょっとやりやすくはなってきてるんで、ちょっとまた、あの、まあ、みんなやってくれたらなと思いますよね。はい。で、あと、 アンケートもですね、また来てるみたいなんで、えっ、ー、と、ちょっとこれは次の動画かなでやってみたいなと思いますね。はい。はい。まあまあ、G1 弾、これからね、また新しいイベントあると思うので、えっ、ー、と、楽しんでいきたいと思いますね。ちょっとね、チャレンジタワーがね、30回、なかなか遠いんですけどね、頑張っていきたいですね。はい。 じゃあどうも最後までご視聴ありがとうございました。えー、よろしければ、えー、チャンネル登録お願いします。えー、それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。